皆さんこんにちはこんばんはスリラーナイトチャンネル編集者のもズクです今宵の会談は山優さんの妹をお送りいたしますそれではご覧くださいでこの話を聞かせてくださった方は飛びたさんっていう方で飛びたさんはちょっと信じられないような話を聞いたからあ聞いたというか見たから山優さん聞いてほしいって言われたよ 富田さんはとにかくこんな死んものなんて一切興味のない人。で、その人が体験した不思議な話なんで、人づてに紹介いただいたわけなんですけれども。富田さんには、富田さん、もう30代後半の男性なんですけれども、その当時は多分もうちょっと30代前半とか若かったのかもしれません。ぴったり何年前の話って、ちょっと私も残念ながらメモしてないので覚えて、わからないんですけれども、 で、富田さんには学生時代すごく仲良しだった友達がいたんですね。で、その親友とはもう小中高とずっと一緒だったんですけれども、高校でもう疎遠になってしまった、卒業するとき。なぜかっていうと、友達の方のご両親っていうのが事故で亡くなってしまって、で、大学に進学するお金なんかはなかったですし、うん、彼には友達には妹さんがいたんですね。で、その妹さんっていうのがまだ中学生で、 で、高校受験もさせなきゃいけないし、妹を大学にも行かせてやりたいと思った。で、ものすごく妹さんもお兄ちゃんに懐いてる子だったんですね。それはもう富田さんもよく分かってたんです。もうとってもお兄ちゃん大好きっ子の妹なんです。そんな妹のために親代わりになって、もう高校卒業したら働いて、働き続けて、まあ妹さんを進学させてやるんだということになった。 自分自身は大学に行きますから、やっぱりそうなると疎遠になって、以来ずっと会ってなかったんですが、SNS を通じて、もう一回つながることができたんですねで。お互いを元気にやってんのかってなって。懐かしいんで話を聞いてると、どうも友達の方はもう特に結婚もしてるらしい。もうすぐ出産も控えてるんだなんて話を聞いて、それはおめでとうと。自分なんかもう30過ぎてもまだまだ全然身も固めていれなくて、ね。 なんか、お前の方が遥かに先に大人になっちゃったな、みたいな気持ちのやりとりをしていたら、そんな家族の話とかいろいろしてると、友達の方から、まあそのやりとりしてたメールで、お前、妹のことを覚えてるかって言われて。もちろんよく覚えてるよ。妹の顔ってまだ思い出せるか可愛かったね。思い出せるよ。まだ、高校生になりたてぐらいの妹さんの顔だったら、って言った。 そしたら友達からちょっと降りって相談がある。なかなかこんなメールとか電話とかじゃ相談しづらい。良ければ一度うちに遊びに来てくれないかって言われた。そう言われたら飛田さんもまあね結婚するって言ってますし嫁さんの顔なんかも見たいなぁなんて思って。で、いいよいいよじゃあ時間ができた時に行くと言って予定を合わせて飛田さん友達のうちに遊びに行ったそうです。 言ったらで嫁さんはって聞いたら「いやちょっと今日は嫁さんは留守にしてるんだ」っていうなんでかっていうと「お前に相談したいのは嫁さんの話なんだ」っていうんですねなんか奥さん見たかったな残念だなと思うんですがまあリビングに通されて「俺の話を聞いてくれ」というなったわけです友達が話すには奥さんの顔がどんどん 妹に似てくるって言うんですよね。これが初めてのことじゃないんだっていう。どんな話か聞いてみると、まあ妹さんずっとお兄ちゃんのこと大好きなわけですよね。で、親代わりになって働いて進学までさせてくれたんでもうますますお兄ちゃん大好きで。ずっと一緒に暮らしてるわけですよ。ただ、妹の方がもう大学も出てってなった頃になったら、 それまでもお兄ちゃんには恋人がいたりもしましたが、お兄ちゃんに恋人ができても妹はもちろんいい顔しないわけですで。お兄ちゃんも働きながら学費も払ってるから忙しいから、なかなか恋人の時間も取れない。結局うまくいかなくなったりして妹は、やっぱり私だけだねなんて言ってたんですが、もうお前も卒業するしで、お兄ちゃん今恋人がいるけど、この人と一緒に暮らすことにするから、お前ももう社会人になったら自立しろって言ったんです。 そしたらもう妹の顔色が変わっちゃって「嫌だ嫌だ絶対お兄ちゃんとずっと一緒にいる」ってなった「いやでももうお前も自立しなきゃ一生一緒にいれないんだから」って言ったら「一生一緒にいるんだ」って言うけどそんなことできないでしょお兄ちゃんも恋人と暮らすから」って言ったらだったらもう私は大学ももうすぐ卒業なんですがしないと卒業もしないでやめてやる家出をするって言って本当に飛び出してっちゃったそうなんですね、うん ですごく心配して手を尽くしていろんな人に聞くんですが、どうやら水商売の仕事を始めたらしい。でそれでもう水商売のなんかキャバクラ的なところなんでしょうね。うん、をやりながら稼いでる。もう大学も本当に退学届を出したらしいみたいになってるんで、お兄さんのもちょっと呆れちゃったように頭にもきて、こんなに自分が苦労して出してやろうとしたのに。もういいと、あいつもいい大人だから自分で勝手に生きればいいと思って、このまま放っといた。 で、恋人と一緒に暮らし始めたそうです。で、しばらく暮らしていて、もう、妹がいなくなってから1年近く経ってからぐらいでしょうか。人捨てには妹さんがずっとその水商売で働いたお金で、何か、ちょっと占いというか、霊能力者というか、変なところに入れ込んでるとは聞いてたんですね。で入れ込んでたんだけども、何かがはっきりわからないんですよね。 ただ妹さんはすごく入れ込んで結局入れ込んだ後にお店も辞めちゃって今どこにいるか妹さんがわからないって言われた、うん、で、そこになると心配になったんですが妹から間も,もなく連絡が来て電話なんですけど「うん、お兄ちゃん久しぶり」って言って「お前今どうしてるんだ」って言ったら「うん、うん、もう私は大丈夫私もうこの先生きてなくて平気だから」って言うんです。うん 私、お兄ちゃんとずっと一緒にいる方法を見つけたからって言うんですね。偉い先生に教えてもらった、私も頑張って勉強したからお兄ちゃんとずっと一緒にいれる。そんな気味の悪い電話をして、一方的に切られてしまった。さすがに心配になって探すんですが、結局妹の消息はずっと行方知れずのまま、見つけることはできなかったそうです。うん、ただ、その電話をもらってから、 一月二月経っていくと恋人の様子がおかしい一緒に暮らす。髪型とか喋り方とかはどんどん妹と一緒になっていくんですね。最初は気のせいだと思いたいんですがもうほとんど喋り口メイクの仕方も一緒になって性格まで一緒になっていく。気味が悪くなってお前何だって言っても私元からこんなんじゃないって恋人は言うんですね。 どんどん妹に似ていく恋人が気味が悪くなって結局付きき合っっててることがでななくなって別れてしまったそうです別れてしまってしばらくしてからまた恋人ができたその人とも彼一緒に過ごしてほとんど反同性のようにしてたんですが何ヶ月かするとやっぱり顔が髪型が喋り方がが妹にそっくりになってくっていうんですね。 ものすごく気味が悪いでその時に妹の言葉も思い出すお兄ちゃんとずっと一緒にいる方法を見つけたから、うん、えどういうことだ気味が悪くなって2人目の恋人とも別れる別れると1人目の恋人も2人目の恋人も元のその女性そのままの雰囲気に戻ってるんですね別れたら、うん、これはもう自分は誰かと付き合っても全部妹に似てきちゃうのかと思って 付きき合うことががででなかったんですがそれからしばらく経ったあとやっぱり気の合う女性ができてまあ彼はやっぱりこう定期的に恋人できるのはモテる人なんでしょうね、うん、妹にもすごく好かれてますから、うん、でその恋人と付き合ってるんですがやっぱり慎重になりますよね当然ねうん、うん、でいやー妹に似てきたらと思うんですが1年ぐらい付き合っても妹に似てこない上に結婚しようってなって籍を入れたんです ちょっとそれでもビクビクしてたんですが結局席を入れても彼女は彼女のままでほっとした、うんうん、で子供元を持とうねって言って念願の妊娠を奥さんがしたんです、うん、奥さんが妊娠をして彼がもう彼女のところから逃げれなくなった時にどんどん妹の顔に似てきたそうなんですね、うん、で俺はその話をさすがに怖くなって人に言ったらお前ちょっとおかしいぞと言われて、うん 妹のことはみんな知らないと奥さんがイメチェンしただけだろうみたいに言われるので、うん、俺久しぶりにお前とこうやってつながって仲良かったじゃない妹のことをよく知ってるお前に俺の嫁さんの写真今から見せるから見てくれと、うん、妹に似てきてるかどうかお前の目で確かめてくれって言われて、うん、で家族のその奥様の写真とかいっぱい見せられる、うん、でも もう見せられながらも飛びたさんですね。もう気味が悪くなってあんまり生きた心地がしてないんですが、うん、それでも生きた心地がしないでも写真を見て、うん、そうだね。似てきてるけど、似てきてるけど、多分違うよ。妹さんじゃないよ。俺の覚えてる妹さんじゃないって言ってあげたそうなんです。それはもう彼怖かったからなんですけど、怖いから、うん、大丈夫大丈夫。奥さんは奥さんだよって言った。うん、言ったら、 友達は安心した顔になって、あ、そうお前が言うならそうかなって言って。であ、ごめんって言って、こんな話するから、嫁さんに聞かれたら嫌だから、嫁さん外に出してるんだけど、もうごめんごめん、嫁がいないと水の一つも出ないよね、と。じゃあ、もう俺も安心したし、ビール飲もう。今からキッチン行ってビール取ってくるごめんね、構わなくて。って友達が立ち上がって、キッチンに消えていく。キッチンに消えていっても彼、生きた心地がしないっていうのも、 喋ってる彼の後ろでずっとお腹の大きい妹さんそっくりの奥さんが旦那はまるで気づいてないんですけどずっと立ったまま彼の方こうやって見てるんですよね妹さんの顔の面影そっくり写真だってそうですただ明らかに彼も気づいてないし紹介もされないから怖くって怖くってしょうがないそして彼がもうで基地に立ったら奥さんがこれ幽霊かなってちょっと思っちゃいますよね でもそうじゃない生身のその奥さんがソファーに座って笑顔で「どうもはじめまして妻です」っていうあ拶さつで「あっどうも」いやなんかみたいになってたらもう妹さんの口調で「お久しぶりですね飛田さん」って言って私ねでも私よく分かったんでさっきの彼の聞いたでしょ私ずーっと お兄ちゃんんと一緒にいれる方法を見つけたんです赤の他人の女なんかになってもダメですよね。だから私、この女については別に興味ないんです。私はかつての私とそっくりの子供をこれから産む。もう赤の他人じゃない。彼は お兄ちゃんはずっとわた、これから私を育ててくれるの。だからずっと一緒なんですよ。って笑った。そして、さっきは似てないって言ってくれてありがとう。でも、この先余計なこと言われたら、あなたのこと本気で殺しますよ。って言われた。殺しますよって目の前で言われて、富田さん本当に震え上がっちゃって、そんなことを滅多に言われるもんじゃないですから、人から。 それで彼がキッチンからビールを取ってガチャガチャ来ると奥さんまたスッと立ち上がってソファーの後ろに立ってるんですね。女房がいるともう全然気づかない顔で彼は座ってそのままビールをついでくるんですがもう怖くて何も喋れない。急いでビールを飲んでまあもううまくやってくれよみたいなね。出産おめでとうまたねーみたいになって逃げるようにして帰って結局 SNS では繋がっていても 二度と彼に誘われても会いに行くことはなかったそうです。その後どうなったのか聞いたんですが、奥様は無事に出産を終えて可愛い女の子を産んだ。出産をしたら残念なことに半年ぐらいで奥様は亡くなってしまったそうです。奥様は亡くなってしまって、今はその友達が可愛い可愛い女の子を手塩にかけて育てていらっしゃるとか、そんな 家族の愛の話で締めさせていただきましたどうもありがとうございました最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです次回の動画もお楽しみに